鹿児島黒豚とは、鹿児島県内で飼育された純粋バークシャー種の豚肉、またはその豚の生態を指す。鹿児島黒豚という名称は1999年に商標登録されている。黒豚のブランドは、鹿児島県以外にも、埼玉県、群馬県、岡山県、香川県に存在するが、鹿児島黒豚は別格の扱いで、過去には、 食肉市場では牛肉並みの値が付けられたこともある。肥育後期に、サツマイモを10から20%添加した飼料を、出荷直前の60日前から与えており、鹿児島県黒豚生産者協議会の会員が、県内で生産、肥育出荷、土地区したバークシャー種であり、かつ出荷時に1頭あたりの居室金を納めた場合、認められる。黒豚と呼ばれるバークシャー種は、一般的には、 六白と呼ばれる白い部分が六箇所ある。顔面、ゴム袋、四本の足の先端部である。個体差があるので全てには当てはまるわけではない。戦国時代から、薩摩国では豚肉を、歩く野菜と呼んで食べられていた。戦国時代において、九州統一をほぼ成し遂げた島津市の底知れぬ、強さは、織田信長よりも先に、鉄砲の実用化を行ったことと、 豚を生きたまま兵糧として戦場に運んでいたことであり、当時の戦国武将では珍しい肉食集団だった。1609年、島津氏が琉球振興を行った際、琉球の豚を多数連れ帰ってきて、薩摩の豚と品種改良した。当時の薩摩藩では、白洲大地の影響もあって、満足な農業土木が行えず、植え付けるところさえあれば勝手に育つ薩摩芋と、 それを餌にする豚の肉が一般的な食料であった。薩摩藩の国高は77万国であるが、米の栽培が行われていたのは川内川の流域ぐらいであり、実際は、薩摩芋と豚肉が国高の大半を占めていた。幕末、彦根藩主、伊伊直介が大老になるが、この時直介は彦根藩が代々行っていた。 将軍家への牛肉の献上を中止し、代わりに、薩摩の豚が献上された。黒船来航で揺れる江戸幕府に、外交問題の重鎮であった水戸藩主、徳川成明をして、いかにも、珍味、地味あり、国あり、何よりも性がつくと言わしめ、徳川義信は後に、豚一王と呼ばれるほどに、薩摩の豚を気に入っていた。また、西郷隆盛も、豚骨と呼ばれる。 郷土料理と、今、風でいう肉入り野菜炒めの豚料理を愛していた。現在の黒豚は、明治時代に、バークシャー氏と呼ばれる、イギリス原産の豚が導入され、薩摩で昔から飼われていた、土着の豚との改良を重ねたものである。鹿児島に養豚を産業として根付かせた功労者が、枕崎市鹿鹿ご出身の獣医師で、黒豚の父とも呼ばれる、園田平介である。 枕崎は土地が痩せ台風の多い土地柄で1895年の黒島流れと呼ばれた台風で町は壊滅状態になった。園田は台風に強いサツマイモの栽培と漁師町であることから手に入りやすい魚の荒を組み合わせた養豚を考案した。また土着の在来種ではなく導入されたばかりのバークシャー種に着目し、 養豚を住民に説得する一方で、品種改良や販売経路確保のための養豚組合の設立に尽力した。現在、その他の聖火には平助の像があり、養豚の恩人という当時の鹿児島県知事が記号した石看板が飾られている。同時期に家畜賞をしていた同じ鹿籠出身の森修行は、1949年に南札鉄道の鹿籠カ駅から、 県内としては初めて黒豚の東京出荷を行った。東京に送られた黒豚は、うまさと品質の良さから芝叩く間に賞賛を浴び、貨車に鹿カ護駅の車票がついていたことから、鹿カ護豚と呼ばれた、日本初の豚肉のブランドである。戦後から1970年代まで、黒豚は一般家庭でも一匹から二匹飼われており、団塊の世代の鹿児島県人の少年期の仕事は、 黒豚の散歩をさせることだった。この背景には、戦火と1951年に発生したルース台風の直撃による壊滅的被害で復興が立ち遅れたことが原因である。そのため駐在所の警察官や漁師、教員、商人、サラリーマン家庭など農家と全く関係のない人々も、金銭確保のため黒豚を一匹から二匹仕入れ、 それを家畜賞に売却して生活をしていた。1960年代の高度経済成長期には東京で黒豚ブームがピークに達し供給が追いつかないほどであった。また市場の倉庫、保管庫、他の野菜や魚介類が占拠していた時期でも黒豚が入荷したとなると大争奪戦が起こるほどで当時の東京の肉屋のステータスは 黒豚を扱っているか否かで決まるほど爆発的な人気を呼び、とんかつ発祥の地である上野では、うちの肉は黒豚以外は絶対に使わないという頑固な店も存在した。またこの時期、鹿児島県黒豚生産者協議会が認可した黒豚取扱い店舗の看板は当時2000円程度で販売されていたが、供給が追いつかず、約10万円もの高値で闇取引されていたという。 それでもまだ足りず、鹿児島県黒豚生産者協議会は、看板の作成に追われていた。今でもこの看板を保存している肉屋やとんカツ屋は、多い。それほど、黒豚を扱うことは、東京の肉屋やとんカツ屋にとって、大変な名誉であったという。1970年代に入り、全国の畜産試験場などでは、 成長が早く多産な白豚を導入をする動きが活発化し、鹿児島県でも白豚を導入するか、黒豚を残すかで、鹿児島県畜産会、鹿児島県畜産課と県庁の出先機関である農業、改良普及所と畜産主権上が激しい論争を巻き起こす。この論争は芝叩く間に、県内全体に広がり、農が、 非農家の区別を問わず3から4年間の長きにわたって続けられ、当時の県知事、金丸三郎が黒豚は鹿児島の宝。だから黒豚は残すと決断するまで続いた。黒豚が再び脚光を浴びるのはバブル景気時のグルメブームを待たなければならず、70年代後半から80年代は黒豚は私服の時期を送っていた。白黒論争の後は、 黒豚はわずかに生産されていたが、鹿児島県民の懐かしい黒豚の味が忘れられない、黒豚を絶やしてはならないという声が上がり、1986年、大隅農畜産共同センターと鹿児島県民、生活共同組合が本格的な商業取引を開始した。しかし、行政の無関心、需要及び供給の低迷、会員農家の廃業、県外移転などによって、 この取引は自然消滅した。その後、1990年代後半に入り、空前の黒豚狂乱が起こり、黒豚の絶対的頭数が少ないために、偽黒豚がはびこり、鹿児島建築産課などには苦情や問い合わせが毎日のように殺到した。この問題に対し、1998年、南九州選出の国会議員たちは、国会で黒豚の定義を 純粋ワークシャー種の後輩によって誕生した豚のみに限定するよう働きかけ、そして決定した。1999年に鹿児島黒豚は商標登録され、この頃には黒豚の割合も15%台に増えていた。21世紀に入り、黒豚の数はさらに増え続け、2005年には鹿児島県内での割合が38%になるほど激増した。 この背景には、もともと白豚を飼育していた、養豚農家や大手パッカーが、経済的にメリットのある黒豚に転換したり、新規収納したものが、黒豚の養豚を始めたことなどが挙げられる。また、組織化された農業法人の経営者も現れたためであり、供給過多に陥っている。鹿児島黒豚の需要は以前は、全国的に高かった。しかし、 現在、食肉業界はデフレによる低価格時代に突入し、価格が高めに設定されている、鹿児島黒豚から比較的価格が手ごろな、ブランド化途上、またはブランド化されていない黒豚にシフトしているため苦戦、している。福岡食肉市場では、たびたびダブついた、鹿児島黒豚の投げ売りが行われた産地黒豚の相対取引価格を引き下げる、要因を作ったりもしている。 また、鹿児島黒豚が食肉業界で経営される理由には、他に、治療成分量、飼育方法が統一されていないことによる品質の、ばらつき、定時定量のコンスタント生産がされていないことなどが、挙げられる。2010年に、林県、宮崎県で起きた、高低益発生の時には、鹿児島県内で飼育されている、系統造成黒豚の原種豚を、 農業共同組合や鹿児島建築参加の指導の元、薬島や古式島などに避難させた。このことについては、宮崎県の皇帝駅問題がメインで取り上げられていたため、全国的にはあまり報道で取り上げられなかった。農家独自の配合資料、または市販の配合資料を与えている。鹿児島黒豚の定義にあるように、サツマイモは基礎配合、そして任意で、 大麦やパンクズ、エゴマや焼酎カス、栗や海藻、牧草などを与える。飼料や飼育方法は、それぞれの農家の裁量になっているため、農家間の品質のばらつきが非常に大きい問題も、ある。鹿児島県本土全般だが、特に多いのが、大隅半島の層、肝付地域と、薩摩半島西部の河辺地域、伊佐地域である。特に伊佐地域は、 農産物生産の割合に示す黒豚の生産量が約43%である。出荷等数は平成17年から19年にかけて供給型による価格低迷、PRRS ウイルス、サーコ2型ウイルスによる疾病で年間40万灯台から20万灯台に減少。平成20年以降はデフレによる低トン化で以前にも増して減少している。 鹿児島県畜産主権場で開発されたのは3種類の系統豚である。バークシャー種の系統造成を行っているのは、鹿児島県が唯一である。系統豚は、薩摩、乳薩摩、薩摩2001という名称の3タイプがある。現在も第4の系統豚の造成が進められており、これら3つの系統豚は、生体、人工受精用精液は県外に出さないようにしている。 鹿児島黒豚の定義付けが行われていない頃は、取り扱い業者のそれぞれの解釈で流通、販売されていた。現在では、鹿児島黒豚生産者協議会が指定した、鹿児島黒豚販売指定店に、桜島に似た薬杉で作られた看板が交付され、出荷の際には生産者名、出荷年月日、証明者番号を記入した、鹿児島黒豚証明書が添付されている。 また、鹿児島県当局では、日本養豚協会が発行した、黒豚生産農場の指定証明書の取得も農家に求めている。ありがとうございます。